常識漢字問題、全問正解したい4択問題が全部で10問あります。では始めましょう。まずは漢字の読みを4問出題します。次の漢字の読みとして正しいものはどれ。正解は熾烈、燃え立つように盛んで激しいさまです。正しいものはどれ。正解は贈賄、賄賂を贈ることです。正しい読み方はどれ。正解は繁茂、草木が勢いよく一面に生い茂ることです。正しいのはどれ。正解は御事、いくつかの国において皇帝または天皇が公式に用いる印象を指す語です。ここからは読みを漢字に直す問題を6問出題します。正しいのはどれ。正解は3番、制裁を加えたりして二度としないようにさせることです。正しいのはどれ。正解は1番、心身が疲れて弱ることです。正しい漢字はどれでしょう。正解は1番、人々に見せるために物を並べて置くことです。正しい漢字はどれ。正解は2番、悩み、苦しめられるとか追い詰められるという意味です。正しいのはどれ。正解は3番、師として尊敬し教えを受けることです。正しい漢字はどれ。正解は4番、遭遇の遭という漢字です。